はい、おね、今日のバトルは、おね、源頼朝対おね。おねって、豊臣秀吉の奥さんねね。そうですね、見ていきましょう。ねねのことです。源頼朝、もちろん鎌倉幕府のあの人、征夷大将軍になって鎌倉幕府を開きました。おね、ね、ねねとももちろん言います。豊臣秀吉の妻、正妻ですね。北の真所と。いう言い方もあります。ね、バーチャル背景に書かれてお姉ちゃんだかなんだかずっとねガン見してますけれどもね。それでは皆さんに聞いてみましょう。源頼朝対おね、源頼朝が勝つと思う人。あ、1分2分3秒4秒5秒結構来ましたね。じゃあおねが勝つと思う人。おいませんね。さあじゃあ見ていきましょうか。キンキンゴヤマユちゃんって、ガラス割るな。あ、先生、あの、源頼朝にあげ忘れました。そうよね、なんかどっちもあげてなかった、ね。あげ忘れた。忘れちゃダメだ。先生、窓ガラス割れましたか今。窓ガラス割れたけど復活してくっつきました。うちの窓はドラえもんの秘密道具モドールガラスというガラスでできててね。ないないない。割れては元に戻る、割れては戻る。便利だ、あのないないないドラえもんの秘密道具。そんなあったっけ。モドールガラスです。今信太先生が作りました。金じゃあ見ていきましょう。1199年に死んだので HP は1199、はいはい、おねの方は1620伸ばさなくていいよなのね。 HP は1624。それでは最初に満所力、なんじゃそりゃ。マンドコロというのは政治をする場所のことです。今で言うと東京都庁とかね、国会議事堂とかそんな感じだね。さあその政治をするところ、マンドコロ力なんじゃそりゃ。源頼朝、マンドコロで政治を行った1191年のことだと思います。攻撃力は1191。それに対して尾根の方は北のマンドコロというふうに呼ばれていました。もう考えてみたらおかしいよね。今で言うとさ、あだ名がさ、国会議事堂ちゃんとかさ、都庁ちゃんって呼ばれてるようなもんだからね。ありえない、ありえない、ありえない。ありえない、ありえない。まあ、でもそういう意味じゃん。だって。なんか公式キャラクターじゃないんだから。あ、公式キャラクターいいね。公式キャラクター北のマンドコロ。いやいやいや。いや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 、おかしいおかしいおかしい。はい、北のマンドコロと呼ばれました。攻撃力は1000。ここは頼朝の攻撃が当たります。やばいやばい。次の戦いもう出てしまった。結婚力、うん、おお。やばい、頼朝やられる。源頼朝やばい、のやられる。おねはやばいぞ。はい、源頼朝ね、北条政子のお父さん北条時政がお仕事で何年間か遠く京都に行ってる隙に北条政子と勝手に結婚しました。お父さんびっくり、仕事から数年ぶりに帰ってきたら娘が結婚してる、なんじゃそりゃって言ってね、お父さんを切れます。切れて北条政子と頼朝を別れさせますが、北条政子は夜家を抜け出して雨の山道をね、10キロも20キロもかけて頼朝のもとへ駆けつけたと言います。これは政子すごいね。政子がすごい、頼朝お前はすごくないというわけで攻撃力は100。対して尾根の場合は親と喧嘩して豊臣秀吉ね、あのおね、豊臣秀吉のことが好きでした。二人は恋人同士。ね、豊臣秀吉結婚したいと言いました。ところが親は許してくれません。なぜなら、若い時の秀吉は身分が低かったからです。あ、本当に。おねは、知るかもね、あろう、結婚するんじゃボケーって言ったかどうかは知りませんが、頑張って豊臣秀吉と結婚します。これはおねは。あ、これないだろ。すごい。先生、なんかこのイラスト猿になってますけど、なんか、うん、もう若い頃の秀吉の猿なんかすごい、もうあれなんか、うん、いいね、本当に猿みたいになってる、うん、この木からさらに300メートルぐらい空中に飛び上がります。それがね、秀吉の能力なんで、バカーンとか言ってさすが秀吉。おねー、千のダメージどうも。さあいよいよ最後の戦いになってしまいました。最後の戦いは待て、ブルうわ、やっぱーこれこれすごい声してブルーはい、北
源頼朝幕府軍数千騎兵、攻撃力は千じゃ。対して、おねの場合はどうしよう。いや、その武力とか言われても、私、お姫様だし、奥さん。武力とか、その無理なこと言われても困るよね。また、お前、俺の嫁さんに何しとんじゃい。おっと、トラックに登場だ。うちの奥さん大事なんじゃ。お前、この関白に逆らうきか、この野郎。トヨタ秀吉軍団、20万のトヨタ秀吉軍が助けに来た。どこ？うわ、頼朝、さすがに時代が違う。関白秀吉には勝てない。先生、あの、なんか、パワポ今やってますか？助けに来たから、おねの。先生？出ろよ！先生？ってしようと思ったんだ。実はしようと思ったんだけど、うん、月曜日から始まるじゃん、バトルさ、バトルというかクラブさ、月曜日からクラブが始まった時にバトル始めて、うん、よし待ったってしたらさ、作るの忘れてた。あ、うん、なんかね、作ったつもりでいたんだけど、ね、だからだ、ちょっと寝ぼけてたみたいでね、作ってなかった、作ってなかったんでなんとね、最初はね、待ったが来て秀吉が助けに来て尾根が勝つ予定だったんだけど、信田先生が寝ぼけてたので助けが来ないとかというわけで、ね、何それ、やばいやばい、なんとね、信田先生のせいで豊臣秀吉助けに来れませんでした。先生さ、それさ、先生のただのミスだけどいけじゃん、なんでミス、おねが負けなきゃなんないの。そんな知らないの、信田先生のミスにおねがこう巻き込まれたんだから、人生そういうこともあるよ。だからみんなも、ね、なんでおねかわいそう、みんなも他人のミスに巻き込まれないよ。本当に人かわいそう、欲しかったけど、おねがかわいそう。あ、かわいそう。寝ぼけてたんだ。かわいそう、かわいそう。寝ぼけてたんだ、もーんという。ことで、信田先生のせいで、尊い犠牲が出てしまいました。来週は信田先生がミスが少ないといいですね。今週プリントといいね、バトルといいね、ミスしすぎ。ね、私で間違い待ってました。はい、おめでとうございます。源頼朝でした。それでは皆さん、宮崎県に。